グッドファザー。あの、コメントをいただけるような動画の作り方のヒントなんですけども、やっぱりある程度のアクセスがないと、その中からコメントをしてくださる方ってあんまり出てこないと思うんですよね。まあ、ですんで、今話題の、例えば Yahoo のトップページからですね、今回は追加経済対策35兆円検討、18歳以下に10万円。この話題は当たりそうだなと思ってるんですよ。その他、新庄、 という野球選手が監督になってあの野球の技術じゃなくて人気投票でスタメンを決めるみたいなこともありますよねああいったのもいいんじゃないかなと思います。うんこのぐらいかなあのスポーツとかっていうのは一定のファンが必ずいますんでどっかのチームの、まあ、アンチであることを表現したりどっかのチームが大好きこの選手が大好きとかねこんなことで攻めていくと、うん、やっぱりね、うん、アンチ攻めが結構いいのかな。 新庄選手のこんなところが嫌いみたいなことでやると、新庄選手のファンとかが何って感じで見てきたりとかね。それから新庄選手があんまり好きじゃない人が、確かにね、そういうことあるよねみたいな感じで同調してくださったりとか。つまりはですね、自分の好き嫌いをはっきりさせることによって、コメントっていただきやすくなるんですよ。選挙が近い時っていうのは、自分が何を応援してるのかとか、どこの政党がいいのか、どこの政党はダメなのかってことをはっきりすることによって反応が得れるかなと思いますし、アクセスも呼び込めると思います。 まあ、一本二本ではなかなかアクセスがね、えー、来ないと思いますんで、ある程度の厚みを持って出していくことも大事だと思いますし、そうですね、動画再生数が多いものに関して、何かしらのプロジェクトを打って、うん、シリーズ三部作みたいな作っていってね、目立てていことも大事かなと思います。はい、じゃあまあ、わかりやすく伝えることをね、えー、意識してやってみてください。わかりやすい動画には、わかりやすい反応があると思いますんでね、ライブ放送をやることもおすすめかもしれませんね。はい、では失礼します。